皆さん、おはようございます。ティンダーのメックボーイ、キンタです。日本と世界、今後どうなるか。まずは、お好み焼きの具材どうなるか。はい。例えば、いろいろあるけど、具材はどこから来るかって、アメリカやフィリピンとか、ベトナム、インドネシア、いろいろ来ますね。はい。インドも、はい。やはり、海外さんからやってくるんですね。はい。あとは、物はいろいろ、スマホ、テレビゲーム、自転車、目覚まし、ハンドバッグ、メガネなど、海外から来てるもの満載。メイドインチャイナ、メイドインなんとかいろいろ出ますね。はい。人編、まあ人は海外、新型コロナウイルスの影響で減ったが、今はまあ人数制限に引き上げたことによって増える可能性も考えられます。エネルギーもいろいろですね。はい。確かに生活は困難ですけどね、日本と世界は。はい。確かにデータは難しいです。はい。JICA はいろいろ取り組んでおります。そこで、はい。まあ、東京フェスタ、名古屋フェスタ、大阪フェスタもやっております。はい。まずはできることから始めましょう。というわけで、日本と世界はどうなるのでした。バイバイ。